皆さんこんにちは、ゆうこです。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイ年末年始は電子書籍で最大20%戻ってくるキャンペーン、ボーナス付与日も変更にということで、今回は PayPay ペイペイの情報をですね、大きく2つ分けて、サクッとお伝えしていこうと思います。それではまずは PayPay ペイペイのキャンペーンからですね、こちら今出てる通り、年末年始は電子書籍で最大20%戻ってくるキャンペーンということですね。 ま、これどんなキャンペーンかと言いますと、ebook Japan という電子書籍を取り扱っているサイトがあるんですけども、そこで電子書籍を PayPay 残高で支払った場合に最大20%の PayPay ボーナスが付与されるというようなキャンペーンとなっています。まあ、期間はちょっと先なんですけども、2019年の12月26日から2020年の1月13日までとなっています。ちなみにこのキャンペーン自体は2020年の1月のワクワク PayPay として開催がされるみたいです。 で、このキャンペーンの細かい内容なんですけども、まずこの対象商品なんですけども、この ebookjapan で販売されてる全ての電子書籍や対象となります。ちなみに ebookjapan アプリ、Yahoo ショッピング版の ebookjapan の商品は本キャンペーンの対象外となってますので、お気をつけください。で、気になるこの PayPay ボーナスの付与率なんですが、まあそれぞれありまして、 ソフトバンクワイモバイル、ヤフープレミアム会員の方は最大で20%まで還元を受けることができます。そしてそれ以外の方は10%還元ということですね。あとちょっと面白いのは、このキャンペーンでは期間中の金曜日であればかなり暑くてですね、こちらの画像にも出ている通り、ソフトバンクワイモバイルユーザーの方の場合は、最大で50%還元。これすごいですね。 で、ヤフープレミアム会員の方は最大で40%還元。で、通常のペペユーザーの方の,方の場合は最大で11%還元となります。で、期間中の金曜日は12月の27日、1月の3日、1月の10日となってますので、もしですね、電子書籍の購入を検討されている方は、この3日間のうちどれかを狙うのもありかなと思います。 一応、付与上限もありまして、期間中は1万円までとなっています。以上がペイペイのキャンペーンについてですね。次、二つ目ですが、お題にもありました通り、ペイペイのキャンペーンでもらえるボーナスの付与日が、2019年の12月の1日から変更されることとなりました。 ま、どんな風に変更されるかと言いますと、従来だと翌月の20日前後に付与されるということでしたが、今度からは支払った翌月から起算して、30日後の決済ごとに付与がされます。ちなみに、2019年の11月30日まで払ったものに関しては、翌月の20日前後に付与されます。ま、公式ページに例が載ってましたので、引っ張ってきました。ま、例えば、11月の30日に決済したら、これまで通りの翌月の20日前後なので、12月の20日に付与。 そして12月の1日に決済したら、ここで30日後の12月の31日、そして12月15日の場合は1月の14日という感じになりますね。そしてまあ実際にどんな風になるか画面遷移もありまして、左の画像は決済した時に出る画面ですね。そして黄色の赤枠をタップしたら、今もう右の画面のように、 付与の予定という感じで表示がされます。これいいですよね。まあすぐに、まあいつ付与されるのかスマホのカレンダーとかにメモっておけば結構これはこれで安心はしますね。一応残高や取引履歴からもまあ確認が可能となってまして、これは12月1日以降実際に決済してご自身でチェックしてみてください。まあ以上が PayPay ペペボーナス付与日に関する内容でした。そんなこんなで今回は PayPay ペペに関する情報を2つお伝えしました。ebook Japan のキャンペーンについては普段からまあ漫画とか本などを読まれている方であればまあいい感じ のキャンペーンかなと思いますまあ、僕自身普段はもう電子書籍であれば Amazon の Kindle で購入することっていうのはしょっちゅうありますがまあ、Ebook Japan に関してはまだトライしたことがないのでまあ、気になった書籍があれば最大50%還元をちょっと狙ってみようかなという風に思っています一応下の概要欄に今回お伝えした2つの内容に関してのリンクを貼っておきますので詳細が気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました